エコーもうないよね、大丈夫。よし、行きます。ということで、これお知らせも言いますね。今15時0秒引きます。何も読んでない。最速で火力見せる。まずは10連、まず1本見出たら火力まず1本見て、でそこで4突するか決める。さあまず20個、ワイルドボトムさあまず最速をかけていきましょう。20連目、録画ボタンも OK、 チャンネル登録高評価もよろしく。これさ、ライブはサブチャンネルなんで、まだの人はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。あとは高評価も1000目指して押してってください。よろしくお願いします。もう最速でもう押してるんで、引いてるんで、見せますんで、見せますんでっつって引ければだけど、お願いします。つえな、カモン、つえ、雷神のやり、ちょっと待って、出ねえ。100連でまず出てくんねえかな。頼むよ。防具にゾーマダメある。そうでしょ。それはあるでしょ。頭に 20% でしょ。イオジフォン 10% ついてる。マジか。お知らせ何も読んでないからな。え、何に防具についてんの？防具についてたら強えぞ。やべえぞ。やべえぞ。ちょっと待って。ただ引かないとね、やっぱね。引いてね。実際見ようぜ。高評価もありがとう。1000目指して。高評価、ポチッとお願いします。マジ最速で引いてるんで。お知らせ読んでないんで。よろしくお願いします。全然出ねえ。ちょ何バカ。最速とか言ってさ、最速で爆死するだけなのかよ。おい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 。待って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 、キャン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 。これ確定だからね。一個かよ。はい。ワイルドジャケット。ちょっと待って。待って。お知らせすら読まずに今日さ、マジでさ、やってんのにさ、どういうことなの？ちょっと待って待って。お、二個ね。来い。王者の盾三鉄もある。ちょっと待って。大丈夫これ。ちょっと待って。防具で 11% 漏れる？あ、やばいね。え？じゃあ防具も揃えないと最大火力にならないってこと？じゃあコンプガチャじゃんっていうか、何も出ねえぞ。なんだよ。コンプガチャ。ちょっと10分になったらさ、動画のさ、尺10分で切るか。10分で引いてくれよ、マジで。こんなの100連引くのに多分4分5分だから。このスピードでいくと。はい、ラーミア衣下ありがとうございます。バラモス耐性とかいらないじゃん。ドラゴン耐性強いじゃん。イオジモンダメージ3、うほうほ。あ、じゃあ防具も全部揃えて最大火力ね。わかりました。まずは下ありがとうございます。さあ、そしてピックアップ、ピックアップ、武器まず引いてくれ。武器引いたら多分まあ安心。1個かよ、つえ、下じゃねえよ、かぶんじゃねえ。さあ、100連を超えていった。さあ、動画の尺は今のところ録画ボタンを押してから4分。まだ大丈夫、まだ大丈夫。頼むぜ。3分で3万消えた。マジか。てか、11% 漏れんのやばいね。ていうか、ガチャもやばいね。なんも出てないぞ。今のところ下に。100連下に。やばすぎでしょ。マジな。ちょっと、まず、つえ。あ、これは ?3 個はいはいはい、なんだよ、外貨。え、マジ、ゾーマ1日2回。あ、マジか。すぐ行けんの？ちょ、待って。今のさ、3個でも出ないの。これですよ、コロプラさん。ちょ、コロプラさん？わかってる？ドラケーウォークがちょっとさ、なんかさ、勢い落ちちゃったのはさ、2個ね。よいしょ。王者の盾じゃない。王者の剣くれ、じゃあ。剣くれ。これはやばいよ、本当に。早くさ、給付金もらわないとさ、破産しちゃうよ、これ。いや、やばいでしょ、これ。色がやばいんだよ、本当に。一瞬でこれもう6万解けるんだぞ。やばすぎねえか。しかもこの端末ごとのそのドッカンテーブルをやめてほしい。2個。頼む！夜叉のコーンとかね。王宮とかね。大丈夫かて。ピックアップガチャなのかい？これは。
いつもさ、俺のアカウントはさ、これでさ、このさ、この色ですわ。この色ですよ。そしたら俺のガチャ動画はなんかさ、あのさ、すげえテンションさ、シャーみたいなのないんだよな。やりてえよ、俺も。シャーシャーチャラチャーチャラチャ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 ラチャーチャーチャー。やりてえけどできねえんだよ。出ねえからな。2個？おっし！シャーチャラチャーチャラチャ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 ラチャ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 。きたー！オッケー！ラーミア、マヌーハレベル10か。そこはずれたな。イオ15、15、あれ？ MP は？あ、45ね。あ、俺がさ、予想したのとなんかことごとく変えてきたけど、トリケートドラゴン系のダメージ。おし！あざっす！よかったら、チャンネル登録、高評価。よろしくお願いします。よし、ちょっと待って。防具も備えないと。防具も。防具に火力ついてるってことは、あと、上と胴体？頼む。雷神ね。雷神出まくってんな。ちょっと待って待って。コンプまで何連だろう。そろそろ尺がさ、7分経ってるからさ、まずいよ。頭と胴体。それか、杖でもいい。杖でいい。杖でいいわ。杖、杖、杖、杖。シャーよし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 。上に、上に、上に。よし、あと頭、頭、頭、頭。コンプまで何連でしょうか、全身。だけどまあ、今のは、普通に杖2本とかでよかった。そしたら俺は4凸ができるからいいんだけど。まあ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 、いいでしょう。まずは、一式の火力見たいから。ヘルム、頭、その頭じゃない。そうか。いやー、そうか、頭か。頭と、そう、全部揃えないと、やっぱりさ、最大火力が見れないから。コンプガチャまでやって。まあでもな、杖を先行してほしかったな。よし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  !4 突いけるか!2 本目よしよし、頭以外2本全部よし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 チャラチャーチャラチャチャーチャチャラチャーチャーンチャー高評価よろしくチャンネル登録よろしくよしよし頭が 5%! そうか、頭が強いんだよ、いつも防具。頭2を 5% ってことね。よし、行こう本級ね。よし。よしよしよし、2本目あと3本、杖に関しては4凸まで行くんだったら、あっちあっちあっち。今何連目だっけ ?300 連目まだ引きいいでしょう。よしよし、色が、ここでは虹はなし。頭出ろ、頭。頭出たらとりあえず全身一式の火力を皆さんにお見せしますんで。お願いします。いいぞ。2個、採石が、よろし。ちょっと色がな、ちょっと待って待って待って。行こうぜ。高見え。高見え。もう、杖あと3本出て、頭出なくていいから。頭いい、出なくていいから。グラサン用意して。グラサンあるよ、グラサンあるよ。よいしょ。グラサンあるけどさ、俺メガネ変えたからさ、はまるかな。しゃあ来い見えない。グレートアックス。ちょっと待って、頭来たらまず見せる。最大火力じゃない。全部、揃い火力。行くぞ杖が来たら4凸の火力見せる。もう杖でいいや。頭がやっぱ強いけど、頭なんか出ないよね、やっぱね。さあ、頭出るまで。ちょっと尺厳しくなってきたよ。9分。いいよ、もう、尺。これね、偏光サングラスとか見えない。出たら被ろう。出たらサングラス。行きましょう。あと、下向きになってるのは、端末置かないとね、バグるから。よっしゃーオーケーここまで来たら、280連ね。ありがとうございます。いや、280連で一回止めよう。出ましたんで、ちょっと、行きたいと思います。揃いました。280連。まあ、悪くないか。しかも、杖2本出てるってとこが悪くないよね。ありがとうございます。ちょっと待ってね。レベル上げるから。今から火力見せっから。あ、もうないのか。ちょっとお任せにする。何？あ、ギガ武器で全部やる感じのやつね。ちょっと待って待って待って。よし。まずは、全身フルコンプ。
280連。早く見せて。見せる見せる見せる。強化しないとね。50。はい、そして頭。どこにある？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 あ？ボックスに入った？あー、はいはいはい。ちょっと待ってね。交換していい？マイレージ。何や。これ交換しないと俺受け取ったらマイレージ受け取っちゃうんでね。ああ、ちょっと待って。売却、売却。受け取るだけまず受け取るわ。よし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 。頭入ってない。クロコさんスパチャセンキュー。頭。ファイト入ってるかい？よし、入ってるな。よし、強化するぞ。頭。ラーミアの、官房？官房長官、ラーミア、行きましょう。よし。メガモンスターシフト制なんだ。ちょっとお知らせ後で読むね。今もう何のお知らせも見ずにガチャ。かっこいいじゃん、見た目。でもなんか中国っぽいってよくね、言われるよね。ラーミアね。よし。マントかっこいいかもね。さあ、全身フルコンプでマジ火力どんくらい出んのかマジ気になる。心とかはもうセットしてあるんで。あと足をレベルアップしたら。いけますんで。レッツゴー。おっさん武器餌にしないっす。金にします。よし。いくぞ。まず、これね。最大ヨナズンの真珠とか全部用意してあります。なんで、この剣じゃね。まあ、レベルとかはあるけども、まず、無突、フルコンプね、ラーミア。ちょっと見た目装備オフにしよう。で、防具。防具にもね、イオね、5% とかついてっからね、イオ5ね。で、全身でイオ 11%。防具でも合わせたら 11%。で、武器にもイオがついてるんで、かっこよ。かっこよいね。全身プラスイオが10ね、15に、レベル15。で、MP 回復10もついてます。で、攻撃魔力5。で、ルーンバックラーで攻撃魔力、ガーターベルト、ひな祭りで最大の攻撃魔力のアクセサリーにしてます。で、心がこうなってます。真珠が S と A ね。植物と身の守り。で、イオの最強が踊る宝石。で、ゾーマがわかんないんだけど、今のところ俺は。アルケミストンは地域限定だけど、最強として入れてます。で、おひな様、ベンガルくん。攻撃魔力が765。さあ、行きましょう。え？バラモスいる。え？来な。バフあり。来な。ちょっと待って、おっと。こっちは全然適当な心の泥くまない。よし、行くぞ。パラモスブロスに効くのか知らねえけど。ライデインとイオナズン。まずイオナズン、商品 P38。さあ、どんくらい出るかな。いけ !1100? ちょっと待ってよ。いやいや、いいよ、聞かんから、こいつ。ライデインがあるから。しかも、こいつレベル30だから強い可能性がある。それだ、だ、だ、だ。ライデインがあるから。レベル30だからな、ちょっと強いんじゃないかな。行くぞ。くらえ！あ、魔力覚醒してない。ライデイン
821耐性か。そっかそっか。よし、わかった。ちょっと待って。このバトルは、ちょっと、勝てない可能性があるし。ちょ、待て待て待て。落ち着こう、落ち着こう。落ち着こうぜ。1100か。6の10の雑魚で見よう。耐性か。デインが耐性で、イオ耐性の可能性がある。あ、ちょうど出た。トピックがこの竜騎兵をワンパンできるかどうかなんですよ。6の10で見るべきは。火力を見るとき。ちょっと待って、やめて、やめて。落ち着いて。助っ人落ち着いて。例えば、レベリングで使うっていうのが全体武器なんですよ。いきます。で、オートを押して何使ってくれるかっていうところですけども、イオナズン打ってくれるでしょう。さあ。1200? お?ちょっと待て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 。竜騎兵に 1200?4 突したらプラス 20% したら ?1440 ぐらい出る。お?ちょっと待ってね。スケット1回オフにして。で、イオ耐性というと、あとね、ベホイムスライム。ベホイムスライムに火力を見たい。なんで、ちょっと出るまで待ってほしいんだけど、無突、まあ、フルにした場合、1200から1400。メイジドラキーは確か弱点。あー、なんか微妙なところだな。まあね、そうだね。本当はよく言えば、無凸で1300、400ぐらい行ってほしかったっていうのが本音なんですけど、ちょっとベホイムスライム見たいですね。あ、来ましたね、ベホイムスライム。ベホイムスライムだけが6の10ではイオ耐性です。これに何歩出るか。771。いやー、わかりました。とりあえずここで動画を切りたいと思うんで、ちょっとね、結論的に申しますと、まあ、その消費 MP も考えてっていうところでもあって、これ最大の火力を今んとこ見せたんですけど、後々ね、動画で、その、普通にレベリングで使う時の、まあ、竜王とか、一つ目ピエロとかつけた時の火力も見せたいと思うんだけど、まず、これマックスまで持ってね、そこでの暫定的結論なんですけど、この心ね、この心プラス全身で完璧にイオの防具も揃えた、無凸状態。で、今の火力、トピックがその、竜騎兵と、まあ、あとは一応、ベホイムスライム、そこを倒せるかっていうのがトピックなんですけど、いやー、微妙だと思うんだよな。ただちょっとこの後またガチャ引いて4突もしできれば見せたいと思います。暫定この結論、いや、まあ、絶妙なラインにやっぱ調整してきてると思う。ボルケーノウィップの時も、あの、魔法の攻撃力と力の攻撃力のハイブリッド型で、マジ絶妙な火力だったんだよ、ボルケーノウィップも。まあまあ、まあ弱くはないけど、めっちゃぶっ壊れでもない。まあちょっとだけ強いかな。なんか、ギガスラッシュ、常闇とかと比べて、まあちょっと並ぶし、まあまあかなっていうぐらいに調整してきて、今回ヨナズンなんですけど、この心つけてだから、まあ、絶妙なとこだと思うわ。商品 MP と。あ、ちょっと弱いかなって思うな。この防具でも呪文ダメージ持ってこれだから。ちょっと弱いかなっていう感じがします。本音ね。俺ちょっと本音言っちゃう。だから俺さ、前の動画でも、イオナズンめっちゃ来た最強だとか言ってなかったんだけど、まあそうだよな。うん。弱くはないんだけど。で、なんかな、いつもね、絶対ね、ガチャのね、武器来たらいつも言うと思う。いつもその武器でも言っちゃう。多分、みんな。弱くはないんだけど、みたいな。常闇の槍弱くはないんだけど、みたいな。ボール系のイプ弱くはないんだけどっていう、そういう感じがします。ということで、とりあえず、ここまでご視聴ありがとうございました。この後ね、また4突したら動画出すんで、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、またな。バイバイ。